そして皆さん、連日連夜の豪雨によって、被害に遭った方々に対してね、本当に哀悼の意に、黙祷を捧げたいと思います。ということでね、皆さんもね、そして皆さんね、本当に疲れているのは連日連夜のね、本当に皆さんたちのこの保証なき自粛宣言、疲れてるじゃないですか皆さん。しかしながら一番疲れているのは他でもありません、日本国そのものでございます。当たり前じゃないですか皆さんね。そして何、こんだけ日本が疲弊しているのにオリンピック開催するんですかね。皆さんね、じゃあこのオリンピック一体何月何日まで開催するか、答えられる人って何人います？ね、正確に答えられる人何人いますか？全然いないじゃないですか。全くもってこのオリンピック、ここに深い盛り上がっておりません。あ、何もいかないですかね皆さんね。そしておかわしいことに、まあ、昨日テレビとか見てましたら、このオリンピック無観客試合なんですか？それともチケットを売るんですか？なんかバッハ会長とかなんか抜け抜け日本に来ておりますけれども、無観客試合だなんて言っときながら、一部の競技においてはチケットを販売するとか言ってるわけです。どっちなんですかこれ。こうやってグダグダ、まあ、最後までね、これも行き当たりばったり。だからこそですよ皆さん、この東京五輪、もうですね、オリンピックの新記録、予算においてはゴールドメダリストになっちゃったじゃないですか。こんなオリンピックを皆さん、支持できますか？できるわけが、できるわけがないじゃないですか。今ですよ皆さん、夏田さんが自民党がやらなくてはならないわ、安心安全なオリンピックではなく、こうやって傾いてしまったお店、企業に対する立て直し、充実した社会保障、安心安全として暮らせる日本社会ではないのか。まずはこれをやってからでしょ。そうでしょ。そしてですよ皆さん、ここ新宿ですよ。日本の繁華街を持っている新宿県、ここへ来る前にはもう手段とあって段とばっかり。私新宿来るんですけど、そんなことは初めてですよ。これはそうですよね。保証なき自粛宣言、この中でどんどんお店とかが疲弊してしまっている。こんなのは当たり前じゃないですか。そしてここへ来るの4度目ですよ皆さん。4度目の緊急事態宣言、これもとどめは刺されてしまうじゃないですか。これ復活してる企業さんが一体どこにありますね。え、本当にね、まずはですよ、この緊急事態宣言だって、まあ、確かにウイルスが蔓延してしまっているから、国民の命というものを守らなくてはならないから、やむを得ず出した、そういう局面もあるかもしれませんが、なんてことはない、オリンピックが迫っているからじゃないですか。オリンピックが迫っているからこそ、この緊急事態宣言、4度目のこれ発令されたんじゃないですか。こんなことは、ね、皆さんたちはうっすら気づいていることじゃないですか。なんでこうやって国民の暮らしというものをないがしろにしながら、オリンピックの開催にこぎつけたいのか。これはなんてことはありませんよね。このオリンピック、巨大なお金が絡んでるからじゃないですか。国民の命よりも、この巨額のオリンピックマネーにぶら下がる大企業に向けて、この日本政府というのが、皆さんたちじゃないんですよ。大きな企業に向けて、このオリンピックというものが開催されようとしている。そして、その結果、国民が過大なる負担、それによって開催されようとしているわけですよ、このオリンピックっていうものは。これじゃですよ、日本人がどん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 これ、疲弊していきますよ。今ですよ、皆さんね、そしてこの疲弊してしまったこの日本社会、ね、このもう国民からは、姿からは、もう普通な端末版の叫び声が聞こえてるじゃないですか。この端末版の叫び声に対して、政府、自民党は何て言いましたか？言うことを聞かないんだったら、お前らには金を貸さないぞと。脅迫じゃないですか。脅しじゃないですか。やってることが全く逆です。今こそ、これだけウイルスが流行ってしまっているのだから、ここで一人一人、手当たり救済をする。それをやらなくて、一体何が日本の政治家だ。まだ見ないじゃないですか。皆さんね、こういう国際大会というものは、
人権もなければ、自由もな、そもそも人の命が軽い。チャンザとかだったら、それはやりますよ、それだったら。しかしながら、我が国日本は、人権戦の国ではなかったのか。我々国民一人一人が、不憲法の国だったわけでしょ。それが、いつの間に、顔も見えないような投資家が、大企業のために、動く社会になってしまったんだよ、これ。これを変えなくては、いつでいかなる時にも、私たち国民の生命と安全と財産を守ることはできません。今はですよ、皆さん、戦いの時です。このまま許してはなりません。私たち、日本代表は常に国民に寄り添う政党でございます。一部の大企業や公司が、このようなグローバリストに対して、断固として、どうも続けることができる。日本国民に対して寄り添うことができる。ジャパンファースト、日本第一主義が今の日本には求められているのであります。皆さん、お熱い中にはございますが、最後までからの限りこれを上げていきましょう。よろしくお願いします。